僕、ヤッホーしたヤッキーです。はい、どうも。僕は今体重が2桁から3桁になる境目で右往左往してます。ヤッキーさん戻ってきて。いや、もうそろそろ考えた方がいいよ、体の健康のことね。大切だからね。仕事はまあまあな肉体労働なので、一時期は87キロから75キロまで痩せて、ラジオ弟子から病気したのって言われるくらいナイスバディを手に入れたのに、うん、コロナ禍で休業、あーそっか、した時から徐々に体重が増えて現在に至ります。住んでいるところに24時間利用できるジムもできているから、1年間通ってあの頃の体型目指してみようかなと思う今日この頃。インサ周り、ぽっちゃりとデブの境目ってどこだと思いますか？ぽっちゃりとデブね。これはなんじゃ、本当に100キロ超えてても、うん、ぽっちゃりっていうよりも体格になる人がいるじゃん。あ、硬く太る人ね。そう、マリのじゃ、マリの弟が本当にそうなんだよね。硬く太る人なんだ。本当になんかゴリラみたいな。ゴリラだね、硬、うん、い太る。言ってる意味わかるでしょ。めっちゃ強そうな、硬く太ってるでしょ。そうそう、触っても硬い、硬いもうマリの弟がまさにそれだわけ。柔らかく太る人もいるからね。うん、僕はでも多分太ったら柔らかく太るから多分デブになるんだはず。じゃあこれ、あ、まあでもそっちの方がぽっちゃりって感じするね。ぷにゅぷにゅか硬いか、どっちか。じゃあぽ硬さじゃない。じゃあぽっちゃりはぷにゅぷにゅで、硬いのがデブ。あ、硬いのはなんか体格っていう、体格、体格っていうさ、沖縄言うね、死に体格っていう、日本語で言うとあのガタイみたいなやつですね。境はね、ヤキさん、これはもう相手の受け取り方かも。ね、そうね、プニプニ、なんかこのプニプニが好きな人は多分ぽっちゃりって言うし、うん、やっぱ硬いのが好きな人はまた違うだろうし、うんうん、よくわからないでも言っててなんか自分で意味がわからなくなってきた。ヤッキーさん気にしない、そんなこと気にしないで早く痩せましょう。